それじゃあ長くなりましたけど、なんだっけ次は。CM シリーズか。はい、じゃあ。次は、当時、まあ、どんな人で、どんな、くらい、この辺はだからもう今と同じですよ。人気者が CM に出るのと同じような感じですけども、グルフサンズも例外ではないですよということで、ちょこっとだけじゃ見てください。関係ない、もう編集した人の音楽のあれなんで、次の方を言ってください。じゃあこれは本当にジャンプライガースが僕も一人でやってる。これは本当にこれも編集はしてありますけどもね。はい、はい、じゃあ続いて、じゃあまた今度はじゃあ、明治チョコレートはタイガースだったので、今度は、違う、まあ、ライバルが当然いるわけで、森永は、何を使ったか。はい、ちょっと今ね、テープチェンジしましたけど、テープチェンジじゃない、 CTR チェンジをしましたんで、はい、はい、ねえ、これこういう番組があったんでしょうね、懐かしい CM みたいな。僕たちはお菓子屋さんで待ってるよ。はい、ということで、三宅さんですか、これ、ひょっとして、俺、これ見てたかもしれない、この番組。ということで、こういう、まあ、まあね、人気者が使われる、それはもうずっと同じ、大体お子さんの好きなもの、子供の好きなもの、まあ、お菓子だったり、カレーだったりするのは、まあ、アイドルがやるって決まってますからね。はい、俺は長いことは、西城秀樹さんのもうハウスバーモントカレーっていうと、もう西城秀樹しか思い浮かばないからね。みんな違う？違いますね。あ、そう。お前はジャニーズじゃないですか。なんかジャニーズですか。ジャニタレじゃないですか。ジャニタレですか。俺もね、東山のりゆき。俺も完全に。あれ？俺も一緒ですよ。そうですか。リンゴとハチミツですもんね。だよな。あれ？だって、あ、なん、いくつ違うの？お前いくつだっけ？俺今26です。26。もう10個違います。10個違うとやっぱり違うんだ。ジャニーズか、20代は。ジャニーズなんかもう別に、焼肉のタレもやってたしな。何でやったもんないですよね。ああ、節操がないよな。ダメだよ。まあ、そういうことで別に俺がダメですることはないんだけどさ。じゃあ、はい、じゃあちゃんと演奏したいところも見てください。こんなことばっかりやったわけじゃないんで。はい、じゃあブルコメ、いきましょう。青い瞳。もう、ブルーアイズ。すごいですよ。本当に。英語バージョンもあるんですよ、これ。この人がバーマス、ジャッキー吉川さん。唯一 NHK に許された GS。これは映画のワンシーンなんで、ブルースターズってなってるだけで、ブルーコメです。青い瞳には俺の心
やりな感じもありましたけども、まあ実際ああいう感じでやってましたよ、本当に。NHK では髪が長いと当時はテレビに出ることが許されなかったので、唯一許されたのが今、ねのブルーコミッツ。だからよく言われましたけど、揶揄されたのはね、GS 界のサラリーマンなんて言われてましたからね、サラリーマンっぽかったから。さあ続いてじゃあタイガース2ついきます。モナリザの微笑みと、それからタイガースというよりか、まあ歌詞かすみソロなんですけども、花の首飾り。雨がしとしと日曜日、僕は一人で君の帰りを待っていた。壁に飾ったモナリザも、なぜか今夜は素敵な映画を忘れてる。今の曲はタイガースのモナリザの微笑みですけども、実際に、彼らが演奏しているバージョンです。でレコードになっているのは明らかにもう弦楽器がたくさん入ってますから、アレンジされたものなんで、なかなかあれをこのバージョンを聴くのは結構レアです。まあ実際に見たもの、俺だってタイガース2回しか見てないからね、こんなこと言ったって見れないから、めったに。だってでかいところでしかやらないから、ライブハウスでやったの1回だけ新宿の足部で見ただけですから、あとはでっかいホールで、あのさよならコンサートみたいなのをね、田園コロシアムで見ましたけど。まあということで次はじゃあ、もうちょっと普通に演奏してます。当てることね。高橋克実さん、リードギターなんですけども、まあこれで、この後、まあ、解散コンサートして、でもうすぐに、解散コンサートっていうか、まあ、その前ですね、実質的には、まあ、やめちゃうんですよね、メンバーとやっぱり意見が合わない、要するに自分がやったようなこういうような曲、花の首飾りなんて歌いたくねえよっていうようなことで、で、ロックやりたいってことで、ヨーロッパになぜか行くんですよ。それが分かんなくってね、最近なんかそのネタでなんか話なんかどっかで番組でなんか話してたけど、別に意味もなく、とりあえず
あのロックはヨーロッパだろうってことでヨーロッパに行ったっていうような話をなんか本人が言ってましたけど、で何してたかっていうと別にただ観光してましたってなったらしいんだけど、まあギターを見てなんかそういうことして楽しんでたらしいんですけど、でもともとタイガースってだから関西のね、大阪のバンドじゃないですか。まあ実際京都ですけども、でそれをゆえさんが見つけてきて、ナンバー一番っていう向こうのまあ、ジャズ喫茶っていうかそういうライブハウスみたいなとこ行って、でスカウトして東京に出てくればっていうことで東京に出てきて、でナベプロの合宿所に入れて、合宿所はうちのっていうか轟の方にあったんですけども、まあ、いくつか転々としましたけども、うちの妹がですねよくそこに遊びに行ってね、タイガースの何々がいたとかいなかったとかよくそういうことを私に報告してましたけども、まあ、そんな、大昔40年以上前の話ですけどもことありました。さて、もう時間があんまりないんでどんどん飛ばしていかなきゃいけないんですけど、残念ながら、久美香織さんが泣くところがちょっと見れないんで、久美香織さんなんでやるかっていうと、久美香織ってこれ、タイガースの世界は僕らは待っているとか、そういう中で、ヒロインとして出てきてね、無理やり組まされちゃって、それでタイガースファンにのもう本当に恨みを買ってしまって、大変なデビューだったっていうような話を後から聞きました。それからその次の夢見る思いはジローラ・チンケッティっていう、これも、まあ、イタリアの歌詞なんですけども、ノノレターっていう曲なんですけど、オリジナルのタイトルはそれを夢見る思いというふうにやった、日本でものすごい爆発的なヒットになって、イタリアで最大の、まあ、人気歌手になったのが、ジローラ・チンケッティ、雨っていう曲も有名でしたけどね。それでじゃあ洋楽の方からじゃあちょっと言ってみもうそうそう洋楽にそのとその時代の、60年代中盤のじゃあ洋楽ってのはどういうのがあったのっていうことでいくつかちょっと見る。でまずはイギリスの方でジョージ・フェームがブルーフレームと一緒にやってます。シンコペーション入れた時のあの手さばき、あんなの日本のバンドで見たことめったないよね。今のバンドでもありえないぐらいに、だってもう本当にここの柔らかさだけ、手首だけでシンコペーションしてるからね。あれはもう本当すごいよね。だああいうスネアとか叩けないとやっぱりみんな日本のバンドの僕のドラム下手な人ね、いつも思うんだけど腕で叩いてる人が多いんだよね。腕で叩くと絶対いいビートってないから、思いっきり肩と腕で使っちゃうとダメなんです。やっぱり手首使ってドラムを叩かないとって、角田裕弘さんに言われたことをまんま言ってるだけなんですけど木こりじゃねえんだからお前らは俺たちはよっつって、だから腕と肩使わねえんだよっつって、手首だけあれば十分なんだよっつって、だから姿勢が良くないとダメで、手首が柔らかくないとダメ、それを散々言われましたけどね。その人はでもメリー・ジェーンだって全然ドラム使ってねえじゃねえかよって言ったんですけど、ということで、それじゃあ、次の曲いきますけど、じゃあ次の曲は、今度はブラックでいきますよ。ウィルソン・ピケットのムスタング・サリーっていう渋い曲を、最近カッチンがやたら渋い曲に迫ってますけど、ノーザン・ソウルではないですね。これはノーザン・ソウルではない。Show your love, say now.
この人の一番のヒットはもちろんインザビッドナイトアワーね。インザビッドナイトアワージャム他いろいろカバーしますよ。スタインサリーもロバート・パーマー他いろいろカバーしてます。